ビゼンテ・ミエイラは、スペイン・サンタンデール出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。選手時代のポジションはディフェンダー。選手時代には、スペイン代表であり、監督としてもスペイン代表を指揮した。地元のラシン・サンタンデールで2シーズンプレーし、1961年に、レアル・マドリードに移籍した。1961年12月10日、フランス代表との親善試合で、 スペイン代表デビューしたが、このフランス戦が唯一の出場機会となった。レアルマドリードでは絶対的なレギュラーではなかったが、在籍期間中にプリメーラディビジオンでは7回優勝し、1965から66シーズンには UEFA チャンピオンズカップで優勝した。1969年にセグンダディビジオンのスポルティング本移籍し、1969から 70シーズンのセグンダ・ディビシオン優勝とプリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。1974年にはプリメーラ・ディビシオンのレアル・オビエドの監督に就任したが、1975から76シーズン終了後にセグンダ・ディビシオン降格となった。1976年にはスポルティング基本監督に就任し、RCD s パニオールを挟みながらもシーズンの アイダヒホンの監督を務めた。1982年には、ミゲル・ムニョス監督率いるスペイン代表のアシスタントコーチに就任し、UEFA 欧州選手権 1984? では、準優勝、1986FIFA ワールドカップでは、ベスト8の成績を残した。1991年、UEFA 欧州選手権1992、 予選で敗退が決まったスペイン代表監督に就任し、翌年の UEFA 欧州選手権1992本大会後に、ハビエル・クレメンテ監督が就任するまで7ヶ月間監督を務めた。1992年7月から8月には、U-23 スペイン代表監督として、バルセロナオリンピックに出場するスペイン代表を率い、金メダルを獲得した。ありがとうございます。